んのことをご紹介します。サラサさんは私の住む村にやってきた錬金術師様で、優しくて頑張り屋さんで、それに錬金術がすっごく上手な私の憧れです。そして私の命の恩人だ。ちょっと怖い時もあるが、それはあなたがトラブルを起こすからでしょうが。初めての店舗経営でもお金のこととかしっかりしてるわよね。サラサさんのお役に立てるようにお手伝い頑張ります。私も頑張るぞ。えいえいおアイリスサラサさんのお店がどうなっていくのか